韓国がドイツの潜水艦技術を入手し、自国で建造した潜水艦を近頃収益させることになり、韓国国民の意識が高まっているみたいだね。我が国は独自の技術を持っていると褒めたたえているが、それはあくまで表向きの話だぜ。あの国は自尊心と承認欲求の塊だもんね。尊敬すら覚えるほどだよ。それも盗んだ技術ともなれば、呆れて物も言えないな。そうだね。今回はドイツの潜水艦や戦闘機事情を詳しく見ていこうと思うんだけど、韓国に技術を盗まれてしまうぐらいの手いたらくとは、技術大国のドイツとは思えない話だよね。そんなドイツの事情、皆さんと詳しく見ていこうと思うよ。それじゃあ行ってみよう。かつては U ボートで名を馳せたドイツ海軍の潜水艦だけど、第二次大戦後も当時の技術を継承し、潜水艦輸出国として君臨していたよね。だけど、近年はその勢いはすっかり影が薄くなってしまったよ。潜水艦のみならず、その他の軍備にしてもドイツ軍の迷走ぶりは何とも言い難いところなんだよね。例えば、老朽化した戦闘機ユーロファイターの初期型であるトランチ1、マルチロール戦闘攻撃機トーネード IDS、この2機種の後継機について、本来であれば独自開発を行うはずのドイツ空軍が、なぜだかアメリカ製の第5世代戦闘機 F-35A ライトニング2を候補に挙げ、方針の迷走が顕著だったよな。もともとドイツは、フランス、スペインと共に第6世代次期戦闘機 FCAS の開発を進めているんだけど、運用開始までに相当の時間がかかることから、それまでのつなぎとしての後継機種を探していたわけで、それがなぜかアメリカ製という不可解な判断に至っているようなんだ。結局この話、NATO 加盟国の取り決めで攻撃機は核搭載能力を保有していることと決まっていることから、F-35A にはその能力がないために断念せざるを得なかったんだよね。その後、トーネードの後継機種にはアメリカ製の 4.5 世代戦闘機で、核搭載能力を持つ FA-18 スーパーホーネットを45機調達することに決定し、結局アメリカ製か、と国内外から突っ込みを受けることになってしまったんだ。ちなみに、ユーロファイタートランシェ1の後継機種は、アップグレードされたトランシェ4を38機調達することとなり、短座型30機、スクザ型8機の契約を2020年11月にユーロファイター社と交わし、次世代戦闘機導入問題はこれで当面の解決を得たぜ。そして、この戦闘機問題が起こっていた時に、同時に巻き起こっていたのが潜水艦にまつわる問題だな。その問題って、ドイツ海軍が誇る通常動力潜水艦212型と輸出用の214型のトラブルが相次いでいたんだ。ドイツの214型潜水艦は、輸出用として設計された通常動力潜水艦で、水中排水量2000トン全長65メートル最大幅 6.3 メートルのスケールを誇るものとなっているよ。推進機関は、ディーゼルエンジンと燃料電池方式の非対機依存推進システム AIP ハイブリッドで水上12ノット、水中20ノットの速度を発揮する、現代の潜水艦に求められる性能を十分に有しているタイプだね。2000年にギリシャ海軍に対して4隻を納入する契約を結び、その一番艦はキールのホバルツベルケにあるドイツ造船 HDW で建造、3隻はギリシャのアテネにあるヘレニック造船所が建造することになっていたんだ。だけど、一番艦を受け取ったギリシャから水漏れ等のトラブルが相次いだことを理由に、納入を拒否される事態に陥ったんだよね。この問題は後を引き、2008年に一番艦パパニコルスをドイツ自身で調査した結果性能に問題はないと結論が出たことで、2番艦以降はギリシャによるライセンス生産が再開され、当初の予定よりも10年遅れで4隻すべてギリシャ海軍に引き渡される事態になったんだ。ドイツと同様の契約を交わしていた韓国では、9隻の潜水艦を契約していたんだけど、一番艦損を見るは浸水後にスクリューからのノイズがひどく、潜水艦に必要な静寂性がほぼないありさまで、これでは実戦に使えないと激怒したよ。結局、スクリュー軸を交換するなど対応を施したんだけど、2011年には艦橋部分と甲板をつなぐボルトに欠陥が見つかり、完成収益していた3番艦までの運用が停止される事態となってしまったんだ。この件も、ドイツ HDW から技術者が派遣されて改善講義を実施し、とりあえず解決させたんだが、その後もトラブルは続いたぜ。すでに就航済みの潜水艦全艦で燃料電池が停止するトラブルが発生したほか、潜航中に発生する水中騒音が韓国海軍の要求を上回っていたりと、とにかくトラブルが絶えないんだ。挙句の果てには、3番艦アンジューコンのスクリューに亀裂の発生が発覚するなど、前代未聞のトラブルばかりが頻発したんだよね。
ただし、2番艦以降はあくまで韓国によるライセンス生産だから、そのトラブルのすべてをドイツのせいにするのは少々早計だよね。214型の設計上の問題というよりは、お客の品質管理が間違っていただけのことなのに、結果的に214型の評価が下がってしまったことは気の毒というほかないよね。韓国に関わるとろくなことにならないよね。実際、トラブルに見舞われたギリシャは、その後1番艦の問題が解決した後はトラブルに襲われることはなく、他に214型を導入したポルトガル、トルコでは特に大きな問題は発生していないことからも、ドイツ製潜水艦の品質そのものを疑問視する必要はないと思うよ。実際、ドイツ海軍の潜水艦には光り輝く技術も数多くあり、例えば近年ドイツ海軍が採用している 212A 型潜水艦は214型をベースにして開発された、代表的な潜水艦となっているよ。212A 型潜水艦は、海上自衛隊の操縦型対迎型と同じ X 舵が採用されていたり、PM 燃料電池の採用により長い潜航時間を持つ通常動力型潜水艦として、十分な性能を有していると言えるんだ。212A 型潜水艦は、ドイツ海軍が6隻を運用しているほか、イタリア海軍が4隻、2017年に戦略的パートナーシップを締結したノルウェーとは、求めに応じて 212CD 型を新規開発し4隻を運用するまでに至っているよ。実は、ノルウェーとの契約については、ドイツが2隻分を建造することになっていたが、ノルウェー国内で開発費負担に伴う妥当性を問う政治的な動きが生まれ、プロジェクト自体が4年間凍結されていたこともあったぜ。合わせて、2017年冬季にドイツ海軍が運用していた 212A 型では故障が相次いでいたことがあり、ノルウェーの心情をより逆なでする結果にもなっていたな。旧型の U35 潜水艦が頑張っていたドイツだけど、この U35 潜水艦が故障により稼働不能になったことも重なり、2017年の一時期、ドイツ海軍には稼働している潜水艦が1隻もない状態が続いたことがあったんだ。さらに、2019年5月には U36 がノルウェーのハーコンスバーン海軍基地を出港した直後に艦底が海底に座礁して損傷し、保有する 212A 型6隻のうち稼働可能な艦が22隻になってしまうありさまで、ドイツ海軍の潜水艦をめぐる運用の迷走ぶりや、自国の水域における事故の頻発により、ドイツそのものの潜水艦操艦技術の低迷を危惧する声が上がったんだよね。その後、212CD 型についてはノルウェーとの契約において進展が見られ、212CD 型潜水艦6隻の建造費50億ユーロに、ノルウェーが払うことになっていたドイツのキッセンクルップ社への開発費を加えて新たな金銭負担の枠組みを構築したよ。建造する潜水艦6隻分をドイツとノルウェーが共同購入することで、事実上開発費を折半した形の契約を結び直し、ノルウェー向けの潜水艦が2023年から建造を開始することになったってわけ。引き渡しは、2029年に1番艦がノルウェー海軍に2029年、その後ドイツ海軍へも2032年に引き渡される計画となっているよ。それにしても、かつて大西洋の海を暴れ回った U ボートを誇るドイツが、ここまで潜水艦でトラブルを起こすとは、誰が思っていただろうね。猿も木から落ちるって感じかな。過去の栄光っていうほど落ちぶれてもないと思うし、かつての第一次世界大戦、第二次世界大戦で多大な犠牲を払いながら、アメリカやイギリスを恐怖に追い込んだ U ボートだったけど、その後継者である現在のドイツ海軍にはその栄光を忘れてしまったって声も実際に上がってるんだよね。第二次世界大戦において、枢軸国として同盟国であった日本の海上自衛隊は、あれから努力を重ねて世界に誇る高性能潜水艦を保有することに成功し、潜水艦運用や潜水艦船における高い技量を持っていることを思えば、このギャップがなんだか残念でならないんだろうね。ドイツは、島国の日本と違い、NATO 加盟国においても海軍に力を置かず、空軍と陸軍を充実させている国ではあるものの、それにしても潜水艦を輸出している国にしては、自国の潜水艦の稼働率が低いのは、いかがなものかと思うな。それに、今まで数多くの国がドイツの潜水艦技術を頼り、多くの国と契約を結んできただけで、技術を盗んだ韓国は曲がりなりにも自国の力でドイツの潜水艦を建造できるまでになったわけですから、ドイツの手いただくは見るに見かねるかもな。今後、潜水艦をはじめとする様々な軍事技術を輸出しようとしているなら、潜水艦のトラブルの数々は、ドイツの評判を落とすだけかもね。ましてや日本も防衛装備移転三原則を策定し、高性能潜水艦の輸出に本腰を入れ始めているから、
特に、2010年代には小流型潜水艦と同型艦の輸出を試み、オーストラリアに対してプレゼンを繰り返していたけど、最大のライバルであったフランスが、建造場所などで柔軟な姿勢を見せたことで先を越されてしまったよ。最新の技術を持っている日本が、売り込み方を心得てきたとき、ドイツの牙城はあっけなく崩れる、そんな気がするね。そもそも、ドイツが今後の潜水艦輸出国として君臨し続けることができるのかは、はっきり言って微妙なところではあるな。ドイツ海軍の現状を見る限りでは、新興国に追い越されるのも時間の問題かもしれないけど、どうにか挽回してほしいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。